様。あ、貴様。え、貴様。貴様まだ傷ついた話。ああ、今夜やった。してねえよ。よかった。僕もありまして、SNS で、Twitter で、三四郎小宮で検索してたら、クラスの友達に三四郎小宮に顔似てるって言われた、終わったーっていうのがありました。絵文字。顔文字で。終わったーって。ああ、いいですね。テンポがいい。テンポがいい話だったな。この辺でフィニッシュか。もっとみんな傷ついてそうだな、特に小宮。連続で学生時代ですね、暗かったからかわからないですけれども、その屋上で友達がサッカーしてるのを見てたんですよ。そしたら先生が走ってきて、早まるなってビンタされました。自殺すると思う。見てただけなんです。心配になっちゃった。屋上で見てたら違くてって言って、僕も違くてって言った。違くて、違くてって。いい先生だ。まあまあまあ、見てるだけだな。暴力とかいろいろ受けた昔です。いい先生だ。面白い。小宮も面白いね。組長さんよ。組長さん。組長も聞きたいよ。やば、組長に来た。えれえ立場かしんねえけど、なんか言いたいこと溜まってんだろ。うわ、出てきた。私だってさ、ちょっといいとこで T シャツ買ったんだよ。1万円超える、レジした後にさ、テレビで着ないでくださいねって一回着てやったよ。そうでしょ。ブランドイメージと合わないからだ。何度だって着てやるよ。いいだろう。どう着てやったんだよ。よく言えたな、そんなこと。あ、来た来た、カスが。何年か前に現地のカメラマンさん使ったドイツのロケがあってさ。もう嘘。空港から出てトゥースってやったらカメラ上向いたよ。必死で説明したよ、日本人のディレクターさんが。トゥースってな、面白すぎよ。来たね。やばい。わかんねえもんかな。やばいね。指さしてくれるな。面白すぎる。すげえ、いいの持ってきたね。